ヘアインディアンドッグヘアインディアンドッグとは、カナダとアラスカ州にかけて戦住するヘアインディアンによって飼育されるソリ引き用、トラボイ引き用、食用の犬種である。古来からヘアインディアンと呼ばれるインディアンたちによって飼育されていた犬種で、追いたちはよくわかっていない。雪の上ではソリを引くために使われ、陸の上ではトラボイという TP の柱を2匹用の棒にして、 ハーネスをつけたものを引くのに使われていた。また、食用としても飼育されていて、日常的に食べられていただけでなく、狩猟のために遠出をする際には、非常食として食べられることがあった。ちなみに、それが非常食として食べられてしまった場合、犬が引いていたトラボンやソリは捨てられ、犬の毛皮だけを持ち帰って漁師が村へ帰ってくることが多かった。 ヘアインディアンドッグが初めて白人の目に触れたのは1829年のことで、この犬を大層気に入った白人冒険家は子犬を譲ってもらった。この子犬は、その冒険家がノルソリと一緒に1 4 5 0トルもの距離をつかれることなく、走り抜いたほどの体力の持ち主であったが、その翌日に狐と間違えられて漁師に食べられてしまったという苦談が残されている。 この漁師は誤って殺してしまったと主張して結局、誤ることはなかったが、冒険家にその子犬の毛皮と別の同犬種の子犬を譲ったことにより事態は人生化したと伝えられている。ヘアインディアンドックは、インディアンの国使などにより数が減少し、現在は生存数が非常に少なく絶滅寸前であり、専門家によっては絶滅したと捉えられていることもある。 近年は本種のようにインディアンが大切にしてきた犬種を守ろうという活動も活発に行われているため、生き残った犬やそれの血を引く犬を集めて繁殖させ、再生させるための努力が行われている。このため徐々にその数を増やしつつはあるが、アメリカ・カナダ両国以外ではほぼ見ることができない。外見は狐によく似ているが、目は丸い。マズルは先が尖っていて、長く細い。 足も細長くてキャシャであるが、外見によらず恐るべき体力を備えている。小さく尖った立ち耳、ふさふさしたサーベル型のタレオでコートは長めである。ただし、足と顔のみ、ショートコートである。毛色はグレーかパーティーカラー。背中は平らで指には皮膜があり、雪の中でも沈むことなく、軽快に走ることができた。小型犬サイズで、声は小用手に近いが、 遠吠え以外で吠えることを嫌う。性格は穏やかで繊細で、攻撃的な面はなく、遊ぶことが大好きである。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年、インディアンドッグ解説サイト、ヘアインディアンドッグ。ありがとうございます。